岡山県選挙区は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。定数2の一陸である。2001年に行われた第19回参議院議員通常選挙以前は定数は4人だった。政令指定都市のある参議院一陸となっている。2004年から3回連続で民主党候補が当選していたが2013年に 自民党の議席が復活した。2012年に行われた総選挙に出馬するため、選出議員の姫由美子が千葉パックに倶替え任期満了7ヶ月前だが、再選挙実施日の4月が任期満了の3ヶ月前となるため補欠選挙は行われず、2013年7月まで欠員1となっていた。 2013年11月28日、同年7月に行われた第23回参議院、議員通常選挙をめぐる一票の格差訴訟で、広島高裁岡山支部は、岡山県選挙区への定数配分は違憲であり、同選挙区の選挙無効の判決を出した。参議院選挙での選挙無効判決は、全国で初めてであった。 第25回参議院議員通常選挙岡山県選挙区時の内閣第4次安倍内閣第1次改造内閣2019年7月21日執行当日有権者数158万7927人最終投票率45.08%第24回参議院議員通常選挙岡山県選挙区時の内閣第3次 安倍内閣第1次改造内閣2016年7月10日、執行当日有権者数、159万9520人、最終投票率 50.、50.86%第23回参議院、議員通常選挙岡山県選挙区時の内閣、第2次、安倍内閣2013年7月21日執行当日、有権者数、157万6112人、 最終投票率、48.88%。当日有権者数、157万7416人。投票率 56.、56.97%当日。有権者数、158万3357人。投票率 59.、59.17%当日。有権者数、157万2292人。投票率、 58.61%当日、有権者数、156万815人、投票率、55.51%当日、有権者数、153万7670人、投票率、62.29%当日、有権者数、150万8002人、投票率、47.35%当日、有権者数、人投票率、 当日有権者数、人投票率。パーセント当日有権者数、1。386,403人投票率、74.1%当日。有権者数、1362,556人。投票率、55.06%当日。有権者数、1334,279人。 投票率78.01%当日有権者数130万4332人投票率67.84%当日有権者数124万7744人投票率79.12%当日有権者数1 2一万1555人投票率59.92%当日 有権者数、111万7979人、投票率 74.、74.73%当日、有権者数、106万3303人、投票率 68.、68.88%第5解散議員、議員補欠選挙12月9日、執行当日有権者数、人。投票率、ーセント。当日、有権者数、 1048,252人、投票率70.82%当日、有権者数1029,794人、投票率65.45%当日、有権者数1008,336人、投票率66.57%当日、有権者数962,229人、 投票率 67.、67.38%当日、有権者数91、917,993人、投票率 77.、77.14%第1回参議院、議員通常選挙岡山県選挙区時の内閣、第1次、吉田内閣1947年4月20日執行当日、有権者数、892,995人、最終投票率、 56.24%補欠、当選は任期3年。ありがとうございます。